はい、どうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回なんですけど、事業が急成長していてたくさんの人が必要なんですよ。ということで今回仲間を募集します。イエーイ。まあ、実は以前も仲間を募集したんですけど、だいたい20人ぐらい仲間が増えたのかな。ただ事業があまりに成長しているので、それに追いついてないということで再び募集したいと思います。まあ、その仲間を募集するにあたって、今回ですね、新オフィスに移転したということで、そのオフィスのオフィスツアーやっていこうと思います。最近本当に引っ越したばっかりなので、僕もあんまそんな分かってないんですよね。だから楽しみですね。もう早速引っ越し立て感。まあでもこっからどんどん綺麗になってくるんでね。まず紹介するのは、こちらご覧ください。トイレです。ここね、でもね、ちゃんと綺麗なんだよね。トイレタチション NG です。座ってしまう。タチションは罰金だね。罰金はそう、天引きします。そう、まあでもトイレ綺麗って大事だからね。じゃあ続いては給湯室ですね。給湯室、紹介する順番すぐ合ってる。水回りから紹介しようかなって、ね、不動産業者みたいな紹介の仕方するね。水回りはちょっと使えた後ありますね。あ、そうで拭いときましょう。あ、どれ。じゃあ次がここが撮影室だね。お、すげえ。だってか黒巻あるんだ、もう。あ、そうなんだ。知らなかった。しっかり買っときましたね。時計も変なとこにあるっていう。時計、なんで壁に穴開けたくない。穴開けたくなくて、ね、撮影する人が見えればいいかなって。ちょっと傾いてない。確かに。あ、ダメだ。多分冷房のあれで吹き飛ばされてる。一回座ってみとく。うん、まあ、ここにカメラセットして、はい、どうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗ですみたいな感じです。裏側ね、こんな感じの撮影スペースで、河野塾イズムの講師陣もここで随したりしてます。で、続きましてここが会議室だね。お、会議室にいる。遊びに来てます。しかも本当にしょうもない遊びをしてしょうもない遊び。こんなん買う人いないからね。儲かってるね、相当。これどうす、これをこれに引っ掛けたら1ポイント。対戦型、1対1。対戦型だけど、1人でやってる。なるほどね。自主練で、自主練。自主練に励んでんの。これの練習。相当暇なんですよ。まあここは会議室で、来客の人とかを案内したり。で、一応ここスピーカーが8つあって、映画館が潰れる時に売りに出されたスピーカーを買ったから、これ実は映画館クオリティ。ちゃんといい液晶もありますか。これ映画鑑賞できる。映画鑑賞できる。たまにしてる人いる。確かにね、インターンとかね。そうで、ここにボードゲームもあるから、ワッキャみたいな暇な人が来て、ハーブ、え、ワッキャイとワッキャイ、ワッキャイ、ワッキャみたいな。そう、ワッキャイっていう、ワクヤっていう暇な人がたまに来て、一緒に、お、ちょうどお、ボードゲームやりましょうみたいな、そういうスペースですね。ぜひクリエイターの皆さんも遊びに来てください。来てください。チューターの中に大富豪の日本チャンピオンがいた。あ、そう、いろんな人いるよね。いるね。一輪車日本一とか大富豪日本一とか、なんかよくわかんないよね、みんな、ね、で、ここが、え、開かなかったんだけど、おかしい、え、あれ、これで3度目の正直。オッケー、いけた。よかった。よかった。危ない危ない。締め出されるとこだった。で、こっちがメインスペースですね。広っ！ってか、改めて。いいね。ここが固定席だね。ああ、ゲンゲンのね。そう。ゲルモニターが。まあ、ここに歯磨きもあるし。そう。泊まる気満々の。ちゃんと生活してる。そう。ここで生活できちゃうからな。ここ快適度高いよね。快適。立地も渋谷に東方ね、10分ぐらい、10分以内だよね。うん、住むには最高よね。働くには最高だね。立地はね、立地が最高。そうそうそう、それはそう。ここはフリースナック、お菓子エリアですね。お菓子エリアですね。まあ、もう何でもあるよね。これはこれ食べたいっすって言ってんのを、じゃあ買っとくっつって集めたやつだから、子供には嬉しいね。子供には嬉しい。小学生の仲間が増えるかもしれない。小学生の仲間だね。で、ここがコーヒーメーカーと、これが、まあ、ウォーターサーバーで味噌汁もコンソメもいけちゃう。へえ。この味噌汁絶品なんで、ちょっと一回飲んでみてもらっていいですか。絶品なんだ。絶品ですね。じゃあいただきます。最高。え、今まで飲んだ味噌汁で一番美味しい。一番美味しい、うん、飲みに来るだけでも価値ある、価値あるわ。これは美味しい。これただで飲めんの。ただ飲めますね。いい会社だね。ここ、でここが冷蔵庫で
まあ、何でも飲めますよっていうね、うん、すごっ、黒ウーロン茶とかウィダーとかね、ウィダーとか何でも飲めますよっていう。で、ここが作業スペース。ここで今チューターが作業してくれてて、こっちが編集とか、あとエンジニアとか、全員デュアルモニター搭載。あんま映さない方がいいかもね、これは映せないな。映せない。今編集中ですか？はい、編集中。どうも、お疲れっす。お疲れっす。お名前は？まこです。まこさん。もともと花尾伝願さんのチャンネルで編集やってたまこさんです。そうです。今はスターディーです。ひょんなことがありました。ひょんなことだね。YouTube の楽曲。してもらってます。めっちゃめちゃ心強いです。これはマジで心強い。素晴らしい。今日出す編集を急いでやってもらってます。急に今日出すことになって ねそう、頑張ってますよ。ありがとうございます。はい、まあ、編集ここでやってて、でエンジニアですね。はい、どうも。すごいもうブランクな、ブランクカジュアルすぎる格好で、夏休みの少年みたいになって、ね、そうですね。いいね。スターディーでエンジニアを担当しているキムと申します。皆さんよろしくお願いします。お願いします。韓国から引き抜いてきた。韓国から。国レベル。そうそうそう。世界から優秀なエンジニアを集めて一番優秀だったから。これは何のアニメなの？あ、アニメではなく推してる韓国でイゼゲアイドルと呼ぶアイドルなんですが。韓国のアイドルなの？はい、韓国の人気チャートに曲が載っているんですね。こういう、ね、ディスプレイにしても OK な社風です。うん、うん、そんな感じで、まあ、参考書もずらーっとあって、うん、赤本だらけ、赤本コーナー、まあ、それ使っていろんな教材だったりっていうのを制作してます。で、ここがなんと仮眠スペース。仮眠スペースね、しかも普通にダブルベッドだからね。しかも寝てるし、ちゃんと寝れるようにこのいいベッドを買って、昼寝とか、うん、まあ最悪泊まり込みとかもできるね。うん、俺は住んでるね、ここに。住人です。ちなみにこの人は結構変わってて、普通人って24時間あったら7時間まとめて睡眠取るんだけど、うん、人じゃない。なんか武井壮さんのライブで見たらしいんだけど、うん、人は、まあ、24時間を8時間8時間8時間に分けて、はいはいはい、7時間起きて1時間寝るを繰り返せば、うん、生きていけるみたいな。1日3時間睡眠になれるっていうのを聞いて、それを実践してるっていう。だから今多分その1時間睡眠中なんだと思う。あ、なるほどね。そう、そしたらまた7時間起きてみたいな。ちょっと理解に及ばない。で、これはさすがになんか病気になっても労災はおりません。これはもうね、そう、自己責任でお願いしてる。真似しないでねっていう。そう、真似しないで、無理しないでねって言ってるんだけどね。いや、僕はやります。これちょっとやってみたいんですよね。やります。変な人です。変な人。で、こちらいかにも社長っぽい椅子に座っている田中先生です。そうです。どうですか、この椅子。あ、そう、最高です。チューターが作業してくれてる中で、チューターじゃないよっていうのを紛れないです。全力でアピールして、現代文コボを担当しております田中です。田中先生、田中先生、本当に田中神って呼ばれてる。神ということで、成績があまりに伸びることからおなじみの田中神です。田中神です。今も講座の制作だったりやってもらってるので、もうすぐで出るんで、ぜひ次の講座も楽しみにしててください。はい、あと今働いてくれてるチューターの中にも、もともと講座とか取ってくれた人がいて、彼とか講座取ってくれてたんだね。はい、何取ってくれたんだっけ。場合の数確率の、ああ、はい、同じも取ってました。どうだった。参考書だけだと見て理解できない部分を一個一個の分野で補えて、すごい分かりやすかった。だそうです。ありがたい。言わせてない。本当に言わせてないです。これはこれはガチ、これガチの感想。ちなみに高校の偏差値ってどれぐらいですか。45から50ぐらいでした。うん、で、どこに行くか。慶応大学の小学部に行きました。素晴らしい。勉強は好きだったんですか。もともと勉強する子自体はあんまり好きじゃなかったんですけど、うん、なんかスターディーの動画を本当に見始めて、なんか河野さんが言わせてるみたい。本当に言わせてないから。本当に言わせてない。ガチでよかったか。勉強することって、うん、なんか別にかっこ悪いことじゃないな。本当に思い出した。そうだね、うん、ありがたいですね。ありがたい。いや勉強することはかっこいいことですからね。ですね。マジで言わせないです。彼とかも文系で今東大入ってたんですよね。はい、だけどやっぱ徹底基礎講座数3を最近出して、本当にその講座で伸びるのかっていうのも兼ねてこの見てもらったんだけど、どうだった。
いやもうびっくりするね。2ヶ月で2ヶ月で全部見切って、うん、普通に大学のニュースの問題解けるようになってたんで。なんか言わせた感あるな。本当ですこれは。本当に別にこの動画抜きで2ヶ月で見たんですけど、うん、解けますねみたいな感じで、ね、で兄弟の問題とか見せて、え、これこうすれば良さそうなんですけど、え、間違ってますかみたいな。めっちゃ合ってるんだけど、もともと文系で数三手つかずで見てもらって2ヶ月で解けるようになったので、ぜひ撮ってください。もともとこうやって動画を見てくれてた人が一緒にね働いてくれたりもするので、今動画見てくれてる人も大学受かって一緒に働きましょう。働きましょう。本当に忘れてないのにね。超優秀でした。はい。で、本ブース。声反響するな。まだ何もない。あ、なんかそう、ここが会議とかできるんだけど声反響今してますね。吸音材の張り掛けみたいなのが一枚だけ、ね、これ意味ないやん。まあ引っ越したてなのでこういうこともありますよっていう。まあ2つありますよ、ね、です、はい、実はまだ秘密の場所があるんでちょっと行ってみましょう。実は講師用の撮影スペースも別にあるんですけど、見てみようと思います。よし、今いるね。お、お疲れっす。今撮影の小山です。ちょうど今物理の寺崎先生がいましたね。作ってるね。作ってます。電磁気の講座かな。はい、電磁気をやってます。もうね、微積を使って物理をね学ぶっていう、楽しみにしててください。楽しみにしててください。そう、ここ一応講師の撮影場所で寝れるし、シャワーも浴びれるしみたいな。で、一応ここもキッチンあるから、料理企画撮るか、撮っちゃおうかな、うん、意外と料理できるんだぞっていうことを見せたいと思います。ここがもう迷路みたいになってるけど、一応動線あるからね、ここ、うん、まあ、ここで泊まり込みで撮影もできるよっていうので、ここが本棚になる予定の場所ですね。参考書とかたくさん置いて、講師が撮影する前にいろいろ見て、撮るみたいな感じのこともできたらいいかなっていう感じなんですけど、まだ本ないですね。買わなきゃ大量に。ということで今回新オフィスのツアーをしてきましたが、本当にね、スターディはまだまだ事業拡大中で仲間を募集しているので、一緒に働きたいよって思ってくれてる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。